皆さんこんにちは。ようこそザ・サンシャイン・オブ・ザ・ナイトへ。さて、今回は前回に引き続きクイックライトランタンの一つであります L327 の紹介をさせていただきます。今回紹介するこの L327というモデルですけども、前回紹介した QL327 と見た目ほとんど変わりはありません。まあ、しかし QL327 に比べて各パーツが改良されています。まず QL327 のとの違いとして、フレームに窓がありません。そしてバルブノブも面取りがされていません。そしてミキシングチャンバーのビスがなくなりました。ミキシングチャンバーのビスがありません。裏にも表面にもありません。これはおそらくここのネジの加工精度が上がった関係だと思います。そしてバーナーチューブも QL327 に比べると若干短くなっています。そしてここに、ここの部分ですね、にクイックライトのパテントナンバーが確認されるようになりました。やっとこのモデルになってクイックライトというシステムの特許を取ることができたということです。そしてベンチレーターに、コールマンランプカンパニーという、こちら側にコールマンという文字がラベルされています。この L327 ではこのガスキャップのパッキンが鉛に変更されています。その関係でタンクのこのガスキャップの当たる部分ですけども、ここがかまぼこ型になりました。ガスキャップのこの部分ですね、ここの部分に鉛が塗られています。で、溝が切られています。ずっとそこの溝がここのかまぼこ型と密着するようになっています。まあ、このなぜここが鉛になったのかはちょっと詳しく分かりませんが、QL327 の時にご説明した通り、 QL327 の時はおそらくコルクが使われていたんじゃないかというお話をしましたが、やはりコルクではすぐにガスリークですよね、をしてしまう。いろいろ考えた末、鉛のパッキンで、こういったレンチを使って締め込んだ方がより安全で確実じゃないかと考えられたのではないかと想像します。しかし、まあ、ガソリンを入れるたびにこのレンチが必要になったというところで、まあ、多少不便なところはありますけども、まあ、その方が当時としては確実な方法だったんでしょうね。あと QL327 から変わった点としまして、一見見た目は分かりませんけども、タンクの形状そのものも若干 QL327 よりも低くなってます。ということは容量が小さくなってます。 K はほぼ変わらないようですけども、高さが若干低くなってます。ですから QL327 に比べて L327 はタンクの容量が若干少なくなっているということになります。クイックライトに使用されているマントルのお話をちょっとさせていただきます。このクイックライトに使用されているこのマントルですが、当時は 21A シルクマントルというものが使用されていました。しかし現在はこの21A というマントルは今でも一般的に多く売られているんですが、シルクマントルっていうのはもう売
られてません。今売られている21A のマントルはシルクマントルじゃありません。ですので、このクイックライトに現行の 21A のマントルをつけると若干オレンジを帯びた明かりになります。ですので当時のクイックライトの雰囲気を味わいたいということであれば、21A のシルクマントルをつけるのが一番ベストなんですけども、確かに手に入ります。ただ値段が高いです。それに代わるようなマントルが現在手に入れることができます。そのマントルは、オールドコールマン売店っていう通信販売専門のところがあるんですけど、そこで、売られてます。これだそうです。まあ、通称赤袋と言われているものですけども、ピュアレスマントル2本目大王マントルナンバー2C-HG、これが、21A シルクマントルと同じ、働きをしてくれます。すごく白く輝いてくれます。かつ、すごく純正のマントルに比べると丈夫です。実はこの今 L327 についてるこのマントルですけども、このマントルをつけてからすでにジェネレーターを 4、5 回取り外して使用を行っております。通常ジェネレーターなどすごくマントルに近いものですから、ジェネレーターの取り外しの時にマントルに触れたりしますとすぐにマントルって、焼いてしまうと脆くなりますので壊れてしまいます。また触らなくても、まあ車ので移動するときに車の振動なの、また持ち運びするときの振動ですぐマントルっていうのは壊れてしまいます。しかしこの大王マントル、この大王マントルに関してはなかなか壊れません。で値段も安いです。一度ネットでオールドコールマン売店と検索していただいて、そちらの方で見ていただくと分かると思うんですけども、値段もとてもリーズナブルです。値段も安くて丈夫で昔の明かりが手に気楽に手に入るということで大変優れたマントルです。一度お試しクイックライトをお持ちの方は一度お試しください。